こんにちは、ゆかこです。今回はピクニックなどで使える一人用の外用おざぶの編み方をご紹介します。とダルマのチューブというちょっと変わった糸で編んだんですが、この子ですね、こんな感じでくるくるっと巻きまして、でね、毛糸のラベルをここにはめるとちょうどね、なんかね、いい感じに、はい、収納というか、コンパクトに、ね、なるので、持ち運びの時に使えるなと思って、こんな活用の仕方も、楽しみながら、本当に簡単に編めるので、ぜひ一緒に編んでいきましょう。それでは材料をご紹介していきます。だるまのチューブのメインカラー、本体の部分はこちらを3玉。あと、縁のラインカラーは半玉使用しています。と手編みのお店フースでもキットを販売しているので、よかったら見てみてください。で、かぎ針は8ミリのジャンボ針を使用しています。では、おばあちゃんのお下がりのかぎ針を私は使ってます。あと、ハサミととじ針をご用意ください。それでは、あとそうですね、ちょっとこちらがチューブがですね、ちょっと毛糸の性質上ねじれがちょっと起きやすい糸でして、なので毛糸玉、このようにラベルを取って糸端を取って、で編む時にこんな風に毛糸をコロコロ転がしながら糸を出すようにするとねじれが比較的抑えめで、はい、編めます。で、一応ラベルにもその旨書いてるので、よかったらお手元に届いた時にちょっとね、見ていただけたら嬉しいです。では、ここから編み方ご紹介していきます。まず、鎖を45目編んでいきます。はい、で、鎖2つさらに2つ編んで立ち上がって、端から5目目に細編みを編みます。よいしょと、こんな感じで、はい、したらここから鎖1つ編んで、で1目飛ばして細編みを編みます。ここですね、よいしょと引き抜いて、また引っ掛けて引き抜いて、で同じように鎖1つ編んで1目飛ばして細編みを編みます。こんな感じで鎖と細編みを交互に編んでいく編み方になります。鎖1つ1目飛ばして細編みという感じですね。こんな感じで一旦端まで繰り返していきましょう。では最後も同じように1つ鎖を編んで1目飛ばして細編みを編みます。よいしょ、1段目完成です。また鎖2つ編んで編み地を返します。で、鎖を1つ1目と数えるので、また1目飛ばして細編み、前段が細編みの場合は次も細編み、
前段が鎖の場合はそこも鎖になるイメージで編んでいきましょう。止め飛ばして細編みで、前段も細編みの目に細編みを編む感じになります。はい、一目編んで一つ飛ばして細編みという感じで端まで繰り返していきましょう。で、最後は前段の鎖を割って細編みを編みます。一番端の前段鎖2目編んでるので、その一つ目に、割って細編みを編んでいきます。はい、これで2段目が完成です。こんな感じで同じく鎖2つで立ち上がって編み地を返して一目飛ばして細編みを編みます。もう全部の段この編み方になります。繰り返して鎖1つ一目飛ばして細編みを、端まで繰り返していきましょう。はい、最後も同じように前段の鎖1目目、 1,2 の1目目を割って鎖、いやすいません、細編みを編んで、で合計34段同じように編んでいきます。はい、ちょっと飛ばしましたが、34段編めたら最後糸を切って糸端の処理をしていきます。ちょっと私流ですがお見せしていきます。はい、ではここから縁を編んでいきます。一番初めの、まあ、対角線上か、まあ、基本どこでもどこから始めても大丈夫です。私は、右上から始めます。で、ここから鎖1個編んでキュッと絞ったら引き抜いて鎖を2つ編んで、で縁も同じです。本体と同じように鎖細編みの連続になります。鎖一目飛ばして細編みを編んで、でまた鎖一つ編んで一目飛ばして細編みという感じで編んでいきます。で拾うところもちょっと辺によって取るとこは変わるんですが、まあ、大体端の目を拾ってたら大丈夫です。ちょっと私のいつも一番端の目を拾うように編んでいっているので、はい、ちょっと真似っこしながら縁ですね、ぐるっと外周編んでいきましょう。で、一番端の目は細編みを3目編み入れます。あと針が入れやすい空洞みたいなのが多分端っこにあるので、そこに針を刺して細編みを3つ編み入れて、次は縦のラインに入っていきます。
はい、飛ばしましたが、一番端も3目細編みを編み入れて、1,2,3 と、よいしょ。で、最後、立ち上がりの目に針を刺して、ちょっと硬いんですけどね。で、引き抜いて、で、よいしょ、糸端をちょっとしまう分だけ残して、糸を切って、あとは糸端を処理をしたら完成になります。はい、お疲れ様でした。簡単な編み方で、あと太いのでね、ザクザク編めるのがいいところかなと思います。で、長さですが、幅がだいたい38センチ、長さ、高さがだいたい 30.5 センチぐらいになるかなと思います。ちょうど一人用でね、私は夫婦お揃いで鴨川に行ったりね、川編みする時とかに使おうかなと思ってるんですが、ぜひ本当にザクザク簡単に編めるのと、ちょっとユニークな素材で、バスマットとか水回りにも使いやすい素材なので、ぜひいろんな色で試して編んでみてください。あとね、このラベルの活用法も、だるまさん結構ラベルも全部可愛いので、こんな感じでね、ちょっと使えるものは使おうという感じで、はい、私はカバーのような感じで使っちゃってますが、こんなアイディアもちょこちょこね、ご紹介していけたらいいなと思います。ぜひ編んでみてください。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。手編みのお店フースでもきっと販売してます。よかったら概要欄のリンクから覗きに行ってみてください。という感じで、はい、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。